KBKWZ1988 タンタルは、ポーランドが AK-74 に独自の改良を加えて生産したアサルトライフルである。WZ88 タンタルの基本的な作動原理や操作系のレイアウト、各部寸法などは AK-74 とほとんど同一である。しかし、細部の外見と構造には、 AK-74 とは一線を画する部分も多い。重傷はドイツ民主共和国製の PKMS-72 及び PKS-74 と同型の金属製右側面を折りたたみ式重傷を装備している。重工のマズルブレーキ兼用フラッシュサプレッサーはライフルグレネードを装着可能なようにオリジナルの AK-74 よりも細長い。 物に変更されているが、必要に応じて、ポーランド国産の WZ-74 パラドアンダーバレル式グレネードランチャーを装着することも可能である。最大の特徴は、AKK アサルトライフルとしては珍しく3点バースト機構を備えている点である。レシーバー左側面には射撃モード切り替え用の小型レバーが設置され、グリップを握ったまま親指で、 操作可能となっているが、安全装置は、レシーバー右側面にある AKK 本来のセレクターによって操作するようになっており、操作系が2つのレバーに分割されている。WZ-88 タンタルは1989年に生産を開始したが、間もなく冷戦が終結し、共産主義政権が終焉を迎えたこととポーランドが西側諸国への接近を図り、 NATO への加盟を目指し始めたことから、ポーランド軍は 5.56mm なとう弾を使用する新型の KBSWZ1996 ベリルを採用したため、第一線部隊からは退役しつつある。映像、ありがとうございます。